40 やったぜ。元アイドルの私でも何度かしか出したことがない。43だっけこの人の。43か。43以上目指そう。ジャクソンさん、あなたの記録抜かしましたよ。なんとすごい記録だな。この記録は元アイドルの私でも何度かしかしたこ、何度かしか出したことがない。嘘をつくな。嘘をつくな。おい、あいつは43って言ってたぞ。元アイドルの最高記録は本人が言うには43回らしい。ああ、見え張ってる。めっちゃ見てるやん。もう一生こんからな。じゃあな。はい、こんにちは、しおです。ということで、竹切りで竹切りでスパスパしてところで、ゼルダを助ける前にね、モルセゴさんを人間に戻したいので、ちょっとサブイベをね、何個かこなして、モルセゴさん人間に戻そうと思います。ということで、下調べ済みなので、まず一人目、テリーからですね。はい、あ、吹き出し出てるね。おう、お客さんいらっしゃい。すごいしょんぼりしてる。え、元気がないですか？隠しててもお客さんにはわかるんですね。ちょっとみー、今は忙しいからまた夜にでもお話ししましょう。そこのベッドで寝ててください。オッケー。さあ、寝てたわけですけれども、あれ、虫かごどうしたん？虫かごなくした？私のベッドで寝ちゃったんですね。よっぽど疲れてるね。お前が寝ろって言ったんじゃん。私もあなたを乗せてここまで声できたので疲れました。いえ、いいんですよ、これぐらい慣れてますから。それはそうと、私が大切にしていた鬼対応兜を虫かごごとなくしてしまった。誠に残念な話です。とっても珍しい虫だったのですが。あ、探してあげよう。雲の下に落としたとかではないのか。あなたの言葉を本気で受け取りますから。私の大切な鬼対応兜早く探し出してください。お願いしますよ。え、あまりにも情報が少ない。どうしよう。手がかりなしか。いや、そんな。そっか。まあ、一回朝にしよう。よし、ちょっと、他の依頼も、依頼っていう言い方あれだけど、サブイベも受けちゃおうかな。え、これ死ぬ？あ、二人目は、あれ、いないんだけど。この人なんだけどな。お家行ってみるか。の前に、入り屋の盾もらってこ。あ、いたいた。しょんぼりしてる。え、なんか、割れてね。良いのじゃ、もう良いのじゃ。わしに構わないでくれたもれ。水晶玉が割れてしまい、もうお主の未来を占うこともできぬわ。このつぶらな瞳も心なしか割れてしまった水晶玉のごとく濁っていくような気がするわい。新しい水晶玉さえあれば。あれ、なんかそれっぽいの知ってるな。そういえばお主、この前下に落ちた風車の部品を拾ってきたそうではないか。この割れてしまった水晶玉ももともとジャンク屋の先々代が拾ってきたものを譲ってもらったのじゃ。あ、そうなの。もしかするとまだ落ちてるかもしれん。お主、新しい水晶玉を探してみてはくれんかの。いいよ。お、よくぞ言ってくれた。よろしく頼んだぞ。ジャンク屋の先々代がロボットから聞いたところによると、この水晶玉は山の頂上にある建物にあったそうじゃ。あ、そうだな。知ってるわ。一回なんか、あの、弾を私は剣で殴ったことがあるぞ。それだ。ダウジングで反応するよ、設定可能。別にいいかな。ありがとう。少年を頼んだぞ。水晶玉が壊れたままでは占いをすることもできん。よってお主の運勢を占ってやれんのじゃ。早く持ってきておくれ。まあ別に運勢は占ってもらわなくていいんですけど。よし、もう一人いるから、もう一人のとこ行こう。あ、校長、なくなっちゃいましたね。もうリンク、女神様が、女神の島がなくなってしまった。あー、実は。何も言うな、リンク。災い打ち破りしとき、女神大地に帰還を果たす。おお、これが口伝最後の言葉だ。今やっと意味が分かった。このことだったのだな。ということは、ことはすべて成し遂げられたのか？娘は、ゼルダは無事なのか？あ、いいえとは言えない。まだわかりません。
何も気に病むことはない。お前はお前ができることを精一杯やってくれればよい。わしはお前ならきっとゼルダに再び会わせてくれると信じておるぞ。頼んだぞリンク。いや絶大な信頼を得ている、ありがとうこれ終わったら行こうな。はい、アウール先生ですね最後は。それにしても女神の島がなくなってしまうとはな。よもやこの目であの光景を見るまでは信じられなかったぞ。ただお前がゼルダを救うために仕方がなかったことだというのも校長から聞いて知っている。ゼルダのこと頼んだぞところで私の頼みも聞いてくれないかな。お前も知っていると思うが、私はスカイロフトで一番の植物コレクターなのだ。あ、そうなんだ。まあもちろん自称だけどな。だが実は私の植物コレクションもすでに集め尽くした感じがしていてね。どこかで新しい植物を発見できないものかと思案していたところなのだよ。どうだろう、どこかでみんながあっと驚くような植物を探してきてはくれないだろうか。いいよ。やはりリンクなら頼みを聞いてくれると思ってたよ。悪いが見たことがないような珍しい植物をここまで持ち帰ってきてくれたまえ。やっぱあれかな、あの命の木の実だっけ、違ったっけ。植物をダージングで反応するよう設定可能。あ、マジ？お願いします。なんでテリーの虫かごはしてくれなかったの。やっぱそうだ、過去の戻ったらいいのかな。これどうすればいいんだ。木の実があれば木の実を持って帰ってきたらいいけど、ない場合は苗を持って帰るのか。え、でも苗持って帰るってことは過去に行かなきゃいけなくて、過去に行ったらギラヒムと多分戦闘が始まってしまうわけで、戻れたら戻るぐらいの勢いじゃないとダメだから、アウール先生は無理かもしれない。アウール先生無理ということはモルセゴさんも無理かもしれない。あれ？やばい？もしかして。まあひとまず占い師の水晶玉だけ持って帰ってこよっか。あ、ここ違うわ。はい、これでしょ？あったぜ。占い師の水晶玉と酷似した鉱石を発見。占い師の水晶玉として使用しても問題なさそうです回収するためにロボット、はい、お願いします。よーし、持ってきましたよ。ピカピカ光る綺麗な水晶玉お届けに参りましたけど、また用があったらいつでも呼ぶけどよ。はーい、お前様のためならどこへでも行くけどねありがとう。おお、これはまさにわしが使っておった水晶玉と同じものではないか。むむむ、体中に元気がみなぎってくるような気がするぞよ。これでようやく占いを再開することができるわい。また折を見てショップモールに立ち寄るがよい。お主の未来特別価格で占ってやるぞよ。え、でも10ルピーより安くなることある。ありがとう。虫かごのあれが見当がつかないけど、一個思い当たるところが、ここね、今、積乱雲の中、リュウノスの中なんだけど、ここにね、昆虫天国っていう島がありまして、これミニゲームを遊ぶんですけど、いや、リンク、元気にしてるかい？なんだか嬉しそう？クククそりゃそうだろう。なんて言ったって珍しい虫を見つけたからね。教えて。教えてほしいかい？なんと、あの伝説の虫、鬼大王兜をついにゲットできたんだよ。あ、それだな。それだな。これはまさに奇跡だよ。全く笑いが止まらないよ。え、それはテリーのだって？テリーってあの昼間に空を飛んで商売してるテリーかい？かわいそう。また君にはこの虫の貴重さがわからないのかね。この虫を持っていることは虫好きにとってステータスなんだよ。だったらなおさらじゃん。他人のものを取るのは良くないだろうな。と言っても、はいどうぞと渡すほど お人よしでもない。どうだろう。君が虫取りゲームで名人として僕が認めるようなタイムを出したら返してあげようじゃないか。どうだいこの挑戦。受けて立つかい ?OK。あ、OK。指定の虫を10匹。はーい。これ一回やったんだけどな。何を捕まえればいいんだろう。大体の虫の位置は覚えてるよ。あ、やったやつだな。OK。OK! はい、終了。クククこうも簡単に記録を出してしまうとは。しかもベスト記録。約束だ。鬼大王カブトを返してあげるよ。しかしすごいな。君は僕にとってますます無視できない存在になってきたよ。ありがとう。わ、めっちゃ水色。綺麗だな。これはテリー毎日眺めるわけだ。テリーの虫かごを手に入れた。テリーが大事にしていた虫が入っている。早くテリーに届けてあげよう。
テリーにすまないと謝っておいてくれ。自分で謝りに行きなよ。一緒に来るか？よし、じゃあテリーのとこ行こう。さあ、テリーの島に来ました。テリー持ってきたよ。あれ、行けた行けた。はい、はい、何です？ほほ、私に見せたいものがあるのですか？お、まあ、まさか私の大切な鬼大王兜を見つけてくれたのですか？よかったね。まさか本当に見つけてくれるなんて、ありがとうございます。今度お店に買い物に来てくれたら、一つだけどれでも半額でおいる。へぇ。本当にありがとうございました。こいつ、分かって言ってんな。もう売るもんないって。75。あと1個で、あと1個やったら、アウル先生で80になるんだけどな。まあ、ひとまずモルセゴさんのとこ行ってみるか。多分80だと思うんだけどな。モルセゴさーん。もうだいぶ感謝の気持ち集めてきてくれたみたいですね。ありがとう。やったー、お金ー。もう一つ？やったー。あと少しです。オッケー。次80でいいんだよね。うん、OK。じゃあ、やっぱり、アウル先生だな。まあ、ひとまずもうアウル先生はできないものと思って。なんで、モルセゴさんも人間に戻せないまま終わると思っていこうかな。一応、時の扉通って戻ってこれるようなら戻って、アウル先生やってからゼルダ助けに行こうかなと思っております。行きましょうか、じゃあ。まあ、そうか。ここを、地上に落ちてきたんだったな。うん、木の実ないね。新種の、え、向こうにある。嘘、アウル先生のやつできるかもしれない。てっきりあの木だと思ってたけど違うのか。フィローネの森、オッケー。近い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 。嘘、この上？ちょっ、どこだ？こっちか。あ、あいつ、あいつがなんか知ってる。久しぶり。そうでもないか。あ、兄ちゃんまた会ったキュー。ずっと隠れていて肩が凝ったキュー。肩はない。かわいそう。そうだキュー。じっと危険が去るのを待つだけの受け身の生活。兄ちゃんには一生わからないキュー。確かに。みんなは森が平和になったって喜んでいるみたいだけど、俺には信じられないキュー。俺は一生こうやって暮らさないといけないのかキュー。どこかで隠れてなくても安心して暮らせる。新種の植物っていうか生き物や、お前は。あるよ、任せろ。任せろ任せろ。それはすごいキュー。すぐ連れて行ってほしいキュー。オッケー、じゃあサルボと一緒に上で行こう。このものが植物である確率は 40%。 しかしアウルにとって新種の植物と認識できる範囲です。範囲なのかな。じゃあお願いします。この絵面かわいい。かわいい。さあ、アウール先生の部屋まで来ましたが、喜んでくれるでしょうかね。かわいいっちゃかわいいよ。かわいい。おかしな旧遺族を連れてきたキラよ。かわいい。またご用の時は呼ぶけどね。ありがとう。おお、これは、これぞまさに私が探していた新種の植物だ。はてさて、植物なのか動物なのか。ひょっとすると世紀の大発見なのではないか。おお、これはすごい。まだまだ世の中には見たことのない植物が数多く存在するのだな。コレクションの意欲も湧いてくるというものだ。いや、リンク、本当にありがとう。この植物は大切にするよ。また何か珍しい植物を見つけたら教えてくれ。ありがとう。やった、これでモルセゴさん多分いけるはず。大丈夫？大丈夫だよ。なんかまじまじ見られたら照れるキュー。あ、大丈夫そうだ。
仲良くね。見れば見るほど実に興味深い。一体どこまでが植物でどこからが動物なのか。かわいい。よし、じゃあモルセゴさんのところに行きましょう。モルセゴさーん、集めたいよ。80個最後のお礼です。ありがとう。なんだこれ。セレブの財布を手に入れた。セレブもびっくり。至極の財布だ。なんと9000ルピーも貯められる。やったー、すごい悪趣味。誰の顔これ。知らないな。これなんかのキャラなのかな。いや、ゼルダだと思うんだけど。大したものじゃないかもしれませんが、お役に立てれば幸いです。これで人間になるための感謝の気持ちが全て集まりました。本当に人間になれるんだろうか、時々。あれ、はどうだ。爪と角がなくなればいいな。あ、爪なくなった。角っぽいのあったけどな、今。あ、髪型だ。人間になってる。ちょっと下の牙があれだけど。どうです、リンクさん。いやいや、言わなくてもわかります。あなたのその驚いた顔。私があまりにも見違えてしまって言葉も出ないんでしょう。ともあれ、こんな私のためにいろいろしていただいて本当にありがとうございました。これからは人間として皆さんと元気に暮らしていきますよ。うん、いいんじゃない？上行ってみんなとお話ししなよ。服も変えた方がいいかもしれんな。ちょっとマントとかボロボロだしな。一瞬誰だかわからない。シルエットは一緒だからな。私も自分が自分じゃなくなったような気がするんですよ。クーコちゃんと仲良くな。じゃあ。よし、これでサブイベも一通り終わったということですわ。ということで、ついにゼルダを助けに行きましょうか。めっちゃ待たせてる。行きましょう。はい。ということで、ちょっと時間がいい感じなので、次回最終回ということにしたいと思います。おそらく多分これで最終回になると思う。はい。ということで、お疲れ様でした。次回もよかったら見てください。じゃあねー。